どうも、タカチャンネルのタカでございます。皆さん、お元気してましたでしょうか？僕のチャンネルでは、ちょっと新しいガジェットやリュック、そういったものをご紹介させていただいているガジェットチャンネルです。このように、再生リストをまとめさせていただいております。ぜひ皆さん、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。はい、今回なんですけども、皆さんね、以前僕が紹介した、ピタカのマグイージスライダーと、パワードングル、それを覚えてますでしょうか？はい、その通りです。ピタカさんが出したですね、Apple Watch、AirPods、そしてですね、iPhone、この3つを同時充電するだけではなくてですね、その iPhone を充電しているパネルの部分がモバイルバッテリーとしても活躍できる革新的なマルチ充電器、それがピタカさんのですね、マグイージースライダーとパワードングルというものになっておりました。で、今回それがですね、なんとですよ、パワーアップして帰ってきました。なので、今回ね、ピタカさんのマグイージースライダー2をですね、ご紹介しようかなと思います。こちらです。プシッ。はい、こちらがですね、今回ご紹介するピタカさんのマグイージースライダー2になっております。はい。見た目はですね、前回のこの僕の今、デスク上にあるマグイージースライダーとほとんど変わりないように見えますが、これね、マイナーアップデートなんだけど、めっちゃ使いやすく僕はなったなというふうに感じました。なので、今回ね、前回持っていたマグイージースライダーに少し不満を持ってたよっていう人も、またまた、まだ持ってなかったから新しく買いたいなと思ってる方もですね、ぜひ今回のレビュー最後まで見ていただいてですね、購入したいなと思ったら僕の概要欄から購入してみてください。はい。こちらのマグイージースライダー2と、あとね、一緒に使う用のこのパワードングルフォアアップルウォッチってやつがあるんだけど、これね、二つ合わせることによってめちゃめちゃ使いやすいことになっていて、僕みたいにアップル信者である iPhone、Apple Watch、AirPods、この三つの三種の神器を持っている方はですね、この充電システムを持っておくだけでですね、スマートに今までこんな感じだったデスク上のケーブルとかが全て排除することができるので、これはね、かなり充電スペースのところがスッキリしていいかなと思います。はい。で、値段なんだけど、これ単体で買う場合はこの価格になっていて、で、またね、こう、二つ合わせて買う場合はですね、この価格になっております。はい。で、今回ね、まあ、このマグイージースライダー2をですね、スライダー1とですね、どれだけ違うのかとか、そういったところを含めてですね、いろいろと紹介しようかなと思うので、もしね、このスライダーのもっと詳しいレビューが知りたいよっていう人はですね、前回僕が紹介した、こちらのね、動画、それをね、見ていただければ、より詳しくわかるかなと思います。今回ね、スライダー2は、あくまでもマイナーアップデートっていうところではあるので、ほぼほぼね、仕様に関しては変わっていないので、こちらを見ていただくと、すごいわかりやすいです。で、1を持っていて、2、どれだけ違うのか知りたい方は、今、この動画をね、最後まで見続けるのが一番いいかなと思います。はい。で、2の特徴なんだけど、こんな感じになっていまして、結構特徴が多いんですよね。で、中でも僕が重視して見てもらいたいポイントっていうのが、この 5W&7.5W のワイヤレス充電に対応したっていうところと、あとですね、コンパクトなサイズながらもマグセーフ A3-in-1 ワイヤレス充電器になっているっていうところ、この2つをですね、ぜひ皆さんにはですね、重視してみていただければなと思います。それじゃあ早速、こちらのスライダー2とパワードングル開けていきましょう。はい、お待たせいたしました。今回紹介するのがこちらのピタカのマグイージースライダー2っていうやつと、あとはですね、こちらのパワードングルフォアアップルウォッチ、この2つを紹介します。ぶっちゃけね、このパワードングルフォアアップルウォッチに関しては前回僕が紹介したものと変わらないので、これはね、特にアップデートとかは行われておりません。で、今回アップデートが行われているのがこちらになっていて、まずこちらをね、開けていきたいと思います。ピタカの製品ってね、めちゃめちゃね、この梱包パッケージががっちりしているので、 Amazon の配送とかって最近結構簡易的なね、配送になってるから壊れるイメージが結構多いんですけど、これは安心です。で、しかもガジェット付きの友達には結構ね、こうぶち刺さるアイテムが多くて、他にもね、こういった製品だったりとかを発表していて、主に Apple 製品のアクセサリーとか、あとは Galaxy とかね、結構日本人が親しみがある、スマートフォンで、そういったのを中心にですね、まあ、こういった、サブ的なアイテムをいろいろと展開しております。はい、まず開けて出てきたのはマニュアルが入っております。まあ、このマニュアルはですね、僕的にあまり見なくてもいいかなとは思っています。はい。で、その他ついているのが、まあ、こういったセットアップ用の紙だった
ったり、あと出てきたのがこれ。これが本体の部分です。で、この部分がいわゆるモバイルバッテリーにもなっていて、で、なおかつ充電ドックに接続すると、充電ドックの中のですね、スマートフォンを、スマートフォンを、充電するためのホームポジションになっております。はい。で、この下にあるのが、はい、こちらの充電ドックの部分。で、その他についてくるものとして、こういったね、ケーブルがついてきます。で、セットアップ自体は極めて簡単になっておりまして、ここの部分にこういう風にするだけ。これでね、スマートフォンのホームポジションが出来上がります。で、タイプ C ケーブルはじゃあどこに挿すのって言うと、ここですかって言うと、ここではないんです。はい。もちろんね、ここに挿していただいて別のデバイスを充電するっていうのも、まあもう一本ね、線があればできるんですけども、これ自体はここの部分、ここにですね、挿していただく形になっております。で、これ何っていうと、これね、この裏の部分が、いわゆるワイヤレス充電ができるところになっていて、主にですね、AirPods とか、そういったものを充電するときに使っていただく形のものになっております。で、この下の部分がジェルパッドになっていてですね、もちろん剥がさなかったら固定をしない形で使っていただくことも可能だし、剥がせばですね、ここの部分がシールみたいな感じになってるんですよね。なので、デスクの上にぴったりと吸着してですね、そこのポジションからこの、充電器があちこち行かないようにしてくれるっていうところが、まあこの、充電器の考えられたこの固定方法のポイントになっております。で、ちょっと軽くスペックの方をご紹介させていただくとですね、スペックとしては、こちら、名称として Easy Mag Easy Slider 2という形になっておりまして、Type-C ポートの入力としては DC 9V の 2.22A、で、出力としては DC 5V の 2A という形になってます。ドングル出力用の Type-C ポートとして、こちら DC 5V の 1A になっていて、ドングルはどこに挿すかっていうと、ここの部分です。はい。で、ドングルってどういったものなのかっていうと、僕が以前から使っている、これですね。これがドングルになっていて、これの部分にこれをね、こういう風にガチャンとすることで、Apple Watch も充電できるような形になっております。はい。で、こちらモバイルバッテリーの電池容量として 4000mAh の、モバイルバッテリーがついていて、モバイルバッテリーのワイヤレス出力として 5W から 7.5W まで対応しております。で、AirPods のワイヤレス出力としてはこちら後ろが 5W、パワードングルの出力としても 5W、で、マグイージースライダー2の重量としては 238g、で、モバイルバッテリーの重量としては 112g、パワードングルの重量としては 30g という形で、まあ、大きく変わった点、皆さん、過去のものを見ていただいたら気づいていただいたんじゃないでしょうか。その通りです。ワット数が増えたんです。はい。なので、今までね、このピタカのマグイージースライダーの最大の欠点であった、まあ、充電のスピードが遅いっていうのをですね、改善した製品になっているんです。はい。で、今回のこのスライダー2っていうのはですね、もちろんその 5W から 7.5W に交換されたっていうこのね、バッテリー部分、それだけが変わったわけではなくて、他の部分もいろいろと変わっている形になっていまして、何が変わったのっていうとですね、これ旧型のモバイルバッテリーと見比べてみていただきたいんですけども、よいしょ、こんな感じになっていて変わったのわかります？こっちが旧型、こっちが新型です。はい。何が変わったかっていうと、まあ、パッと見は変わってないように見えるかもしれないんですが、実はね、これ大きく変わっていまして、モバイルバッテリーとして使用した場合ですね、旧型の場合、一回ここのスイッチをオンにしてから、貼り付けないと充電が開始されませんでした。なんですけど、今回のこの新型に関しては、スナップチャージ機能っていうのが搭載されまして、スナップチャージ機能って何っていうとですね、いわゆるここのボタンを押さずともですね、こう貼り付けるだけで充電が始まる形になったんです。これ結構僕的にでかいなと思っていまして、何がでかいかっていうとですね、これ付けただけで充電が過去のものは始まらない形になっているので、朝起きたら充電がなかったっていうことが結構ありがちなんですよ。なんですけど、今回の製品に関しては、そこがね、改善されてるっていうところから、朝起きた時にですね、充電がしっかりされているっていう意味でも、こういうね、モバイルバッテリーを、まあ、いわゆる寝室に持って行って充電する方、そういう人にも結構いいし、あとはね、カバンの中にこのままつけておいて、
いざ使おうと思った時に充電が、ちゃんとされているかどうかっていうところもですね、結構こっちに関しての方が安心感があるので、僕はこれいいなと思いました。で、ちょっとね、今使ってみて若干ね、こう気になるところとして、まあ、ケースの磁力の相性っていうのもあるんでしょうけども、若干ね、この磁石の部分、わかる？このカッチっていう音がするようになったんだよね。なので、別に耐久性とかは特に問題ないんだけど、ね、まぁ、ちょっとこの音がね、気になるかなっていうぐらいでした。で、特にね、このデザインとか大きさっていうのは変わってはいなくて、こう見比べていただいたらわかると思うんだけど、こういう感じでね、ほぼほぼ、大きさも変わってないんですよ。なので、過去のものを使っていて今回になったから重くなったとかそういう事例はね、特にないので、そこら辺のところはご安心ください。はい。で、その他の変わったポイントっていうのがあって、これもまたね、マイナーではあるんだけども、僕的にね、ようやってくれたなって思ったところがあって、それ何かっていうと、これ過去バージョンね。過去バージョン、これね、回転機構なんで、こういう風に回転するんだけど、これ意外と、なんかこう、ちょっと携帯取りたいなって思った時に、スルッとこうね、ずれたったりとかして、これ結構僕的に、うーんって感じがしてたんだけど、今回のこれはね、このサイドのところに、こういったボタンがあって、これをね、キュッてやると、回転機構が、ちゃんとこう出るんだけど、こう下ろしてあげると、こうロックがかかるんだよね。つまりどういうことかっていうと、机の上にしっかり固定した時に、ここが回らないからこそ、スマートフォンをこう貼り付けていて、スマートフォン取りたいときね、しっかりと台が固定された状態で取ることができる。なので、スマートウォッチのこのモジュールをつけたときに結構幅が広いからこそ、周りに何か、機材を置いていたらぶつかるっていうことがあったんだけど、そういったものもなくなるっていうのは結構僕的にこれすごいいいなっていうふうに思いました。はい。で、続いて最後の変わったポイントとして、この下の部分なんだけども、ここの部分のゲルパッドがですね、前回よりも小さくなったんだよね。小さくなっちゃダメじゃんっていうふうに思うかもしれないんだけど、これね、小さくすることによって iPhone やモバイルバッテリーを片手でスムーズにストレスなく着脱することができるようになったんですよ。はい。で、結構ね、この、前面にこのゲルがあることによって何が困るかっていうと、ちょっと移動させたいなとか、ちょっと位置変えたいなって思った時に、この粘着力が強すぎて、なかなかこう移動するとき力が必要だったんですよね。なんですけど、今回に関しては、ここが真ん中部分だけだからこそ、外しやすい。だからこそ、まあ基本的にですね、こう位置を変えやすいっていうのはすごいいいんじゃないかなと思っています。はい。その他の基本的なとしてですね、まあこういった風に普通に充電する分に関しても磁力が結構ね、強い形で充電ができるので、安心感ももちろんありますし、その他ね、こういった Apple Watch とかに関しても、こういう感じでね、普通に充電がすることができるので、これだけでもですね、十分便利かなというふうに思います。はい。で、この、後ろの部分に関してもですね、今まで通り、こういうふうにね、ケースをつけた AirPods とかでも、しっかりとね、この後ろの部分、充電することが可能になっているので、このね、Apple の三種の神器をいっぺんにこのように、充電できるのはめちゃめちゃ便利になってるんじゃないでしょうか。うん。前作もめっちゃこれ使いやすかったからね、今作もね、やっぱりね、こう、さらにこう進化してくれたのはすごい嬉しいなっていうふうに感じました。やっぱりこのロック機構大事よ、これ。僕ずっとこのね、くる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 動く仕様がね、ちょっと気になってはいたので、うん、前作持ってた人も今作かなり満足していただけるんじゃないかなと思います。ちなみになんだけど、先ほども言ったと思うんだけど、このパワードングルの、ところ外して、ここタイプ C のね、まあ、いわゆるケーブルの差し込み口が出ると思うんだけど、ここにもう一本タイプ C ケーブルを繋いであげたりとかしたら、他のデバイスとかも充電が可能です。はい。例えば、どういったものがあってと、これタイプ C to ライトニングのやつなんだけど、これ挿していただいて、こっちライトニングじゃない。で、この状態でですね、例えば、こういった風に iPhone、押してあげると、iPhone が別途充電することが可能です。なので、iPhone の2台持ちの方とかもですね、こういう風に iPhone を2台とも充電することができる。っていう意味でも結構ね、これ便利なんじゃないかなっていう風に思います。はい。それでは最後、こちら、スライダー2、まとめに入りたいと思います。まとめていきましょう。レッツゴー！はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はね、こちらのピタカのマグイージースライダー2をご紹介させていただきました。もちろんね、このスライダー1の部分に関してもめっちゃ便利ではあるんだけども、それがさらにこう進化して帰ってきて、かゆいところがすべてね、手が届いたっていうところで、僕は結構ね、このスライダー2、あ、やっと完成したなー、これはもう最高だなーっていうふうに思いました。はい。個人的にやっぱりこのドックの部分の
ロック機構が追加されたっていうのと、あとね、ワット数が 7.5 にアップしたっていうのは結構でかいかなと思います。僕みたいにこういう風にプロマックス系を使ってる人だったら結構電池容量も多いからこそ、充電は早い方が嬉しいんだよね。なんで、僕的にはね、この進化はやはり正統派の最高な進化かなっていう風に感じました。で、使ってみてですね、いいところ悪いところ、あと総合的にこのスライダー、シリーズのですね、いいところも含めてご紹介させていただくと、まずメリットとしては小スペースで4つのデバイスが、充電が可能っていうのは結構便利かなというふうに思います。でデスクに関しても結構スッキリしますし、なおかつですねこれに関してはこういうふうにねモバイルバッテリーとして外せば、外出時も普通に使えて、で外出から帰ってきたらこのままね、充電ドックに、差し込むことができるので、この充電システムが結構スッキリしてるのはかなり嬉しいんじゃないかなと思いました。であとはまあ回転機構がこうロックがかかるようになって、よりねこう設置がしやすくなったよっていうところと、あと、手に馴染むこのコンパクトサイズっていうところがこのモバイルバッテリーのところもすごい僕は気に入っております。はい。でピタカならではのですねこの黒と、メタル系のガンメタっぽい色のですねこのかっこいいシンプルなデザイン性っていうのは結構僕的にガジェット好きの人だったらかなり刺さるかなっていうふうに思っておりますので、個人的に今回の、イージースライダー2もですね、めちゃめちゃ気に入っております。デメリットもあるんですけども、デメリットっていうとまずですねこれ充電アダプター付属しないというところで、これ 20W の推奨になっているので、できるだけ、ね、ちょっと高めのアダプターをご用意いただければと思います。であとはですね 7.5W になったからといって、最近の直近のですねこういったマグセーフなどのですね高速充電対応のものとは全然違いますので、あくまでも高速充電ではなくゆっくり充電するけど一気にね充電ができるっていう風に覚えておいていただければと思います。はい、こんな感じで今回の動画は終了させていただきます。ピタカのマグイージースライダー2、めちゃめちゃ使いやすいです。ぜひ皆さんもこちらハンズオンしてみてください。でさらにねこのスライダーシリーズのすごいいいところとかをもっとまとめたのがこっちにありますので、こちらもね合わせて見ていただければと思います。はい、今後とも僕の動画では様々なガジェットを紹介していきます。ぜひ皆さん次の動画も見ていただきたいので、チャンネル登録高評価よろしくな。じゃあのコメント待ってんで。